お、正宗、日本酒を飲んでいる。なんでみんな山田と飲み明かしてんの？不思議ね。兄弟で酒飲むって結構仲いいのかな。ねえ、なあやす。なあやす。お前もそう思うよな。だいぶ進んだな、こうやってみると。勇者山田くんで水道ステージ攻略中。そうだったっけ？開発レベル17以上と風雲山田城地下のクリア。開発レベル17超えてるよ。風雲山田城地下。これか。よし、やっていくか。進化した山田ひよこちゃんスペシャルバージョンで行くか。行くか。ひよこ山田。ゴール3回。敵タイプ、あ、なんだっけ、何特攻だっけ。触れちゃった、にゃん。にゃん。へへ。にゃんにゃんにゃん。最近気づいたんですけど、ここをね、ミナーアイスで凍らせると通れるっぽいんですよね。この水で通れない地面。ミナーアイス使って氷の床にすると、どうも。あ、何？モンスター。宝箱が取れるみたい。自然回復してる？これ。ヘルちゃん装備自然回復するって聞いてるんですけど。あ、戦国ね。戦国。ファンパカファンファンファン。意外と防御力ないんじゃない？この装備。いらないアイテム。毒毒はいらん。いいね。デンジャツォー。いけるかな、ひよこで。ひよこだといけない気がするな、なんか。どう考えてもお侍装備の方が強いもんな。あー、アブラムシが。アブラムシがいっぱい出てくるよ。シャラクセイ、シャラクセイ。痛烈な一撃。ダメだ。虫キラー取ってこなきゃ。害虫駆除業者の人呼んでー。あ、なに？山田くんファイト。山田くんファイト。すごい。マリアちゃんもマリアちゃんで人んち覗いてんのどうかと思うんだけどな。ありがとう、応援してくれて。頑張ろうな、山田。すごい、初めて応援してくれた。これがラブなんだっけ、ラブ度、親密度の力。害虫駆除侍山田です。通るわよ。ほい。油と虫が出てくるって嫌な地かね。ここでシュ、おどきおどき。最近あったかくなってきてめっちゃハムシが出るわ。ハムシがよー。いい感じだ。やはり侍装備の方が強い。ひよこちゃん可愛いけど、可愛いだけだった。やったー、地下クリアー。レベルも足りてるから、レベル？開発者レベル？ストーリーが進む。何拾ったかなー。お、何これ、強そう。クリスタルソード。勇者っぽいじゃん、なんか。やっと勇者っぽいよ。いいね。いつの間にかいろんなもん実装してる。山田は偉いね。おへー。
めっちゃくれた。70もくれるんだ。お、ついに開発レベル20。あ、誰？第二円のマーク。あいつが最後の資格ね。綾野小路財団最後の資格。ルーラララの巻物。あ、なんか、あの人がくれた気がする。僧侶の人。ところで、あ、何？アホーニュースによりますと、近所の疲れ切った不老者たちが次々と謎の行方不明とのこと。なんてこった。佐藤たちは大丈夫か？怖いのだ。ミステリーなのだ。怖いな、それは。謎の行方不明とは？おっとっと、ちょっと脱線したのだ。さあ、作業再開なのだ。意外とストイックだよな、山田って。別に世間話ぐらいする。おわ、何？ピンポンピンポンピンポン。ガチャリ。宅配だ。どうも。お疲れ様です。お化けの家。お母様もね、時事ネタに結構敏感に反応するタイプの方なんですね。お、増えてる。やばい。よかった、2回目凍らなくて。風雲山田城地下は結構余裕だったな。やはりひよこちゃん装備を手に入れるために作った侍装備が頑張っている。いい仕事をしている。全部ひよこのおかげってことよ。おへー、モモーゼの巻物。前もらったな。召喚魔法モモーゼの巻物を実装したのだ。モーモーのやつね。敵にダメージを与えつつ水を弾き飛ばす奇跡の技。水を弾き飛ばすってなんだ？あ、なになになに、めっちゃ喋るじゃん。ところで、アホーニュースによりますと、誰も住んでいないはずの洋館にたくさんの人影が見えたとのこと。それは不老者が集まっているのでは。怖いのだ。ミステリーなのだ。怖いね。おっとっと、ちょっと脱線したのだ。さあ、作業再開なのだ。わ、なにこれ。骨骨ドラゴンいる。強そう。いいキャラ出ざしてるね。骨骨ドラゴンだね。2回言ったね、骨骨ドラゴン。うわ、めっちゃ光っておる。レアアイテムですか？いい。起きてー。え、薬いるのかな。暗闇してくるやつってあんまり会ったことないけど。あ、金スラ、ゴルスラだったわ。ゴルスラね。あ、回復薬壊れちゃった。えーい。おー。あ、逃げた。バイバーイ。あ、また地面に氷の部分を作ってしまった。うわー！ちょっとやめて。怖い。びっくりした。牛苦手な人が見たら今の悲鳴あげるよ、本当に。
あれ？このアイテムってなんか2ターンに1回ぐらい使えなかったっけ？気のせいかな？すごい気軽に使えた覚えがあるんだけどな。骨骨ドラゴンいないじゃん。あ、いるわ。罠かと思った。ボーンドラゴン。死してなおダンジョンを守る竜。強力なポイズンブレスを放つ。やだなぁ。通れへんよ、ここ。通れへんよ。こう行くしかないよなぁ。何？強い。こいつ。こいつ、強い。ぐわー、なんだこいつ。どう対策したらいいんだ、この火力。回復薬ガン積みか？ポイズンブレスしてこなかったな。あ、山田くん、ファイト。すごい、結構ここ通るんだね。よく出かける子なのかな。さあ、勝負だ。骨骨ドラゴン。じゃない。ボーンドラゴン。先に先手打っとこう。ブーメランでちょっとさ。そっち行くんだ。そう行くんだ。近場からこう出るんだ。へえ。ちょっと思ってたのと違ったわ。う、これがポイズンブレス。ここで、メタルの魔境の使う。さっきなんか拾ったんですよね。え？こっちも攻撃できないんですか？思ってたのと違う。ちょっと。山田動け！起きろ！効かない。思ってたのと違う。なんだ今の。硬くなりつつ攻撃ができるんじゃないのか。うー、痛い。無理だよ。どうやって倒すんだこいつ。山田頑張れ。う、もうダメだ山田。お前はここで命尽きる運命定め。むーん、ちょ、メタルの巻物が想定外の動きをしたせいだな、これは。回復ガン済みでいくぞ、山田。HP がゼロにならなければ負けないという理論で頑張っていこう。これで毒消し。効かんなぁ。あ、バカ力から、これでね、相手とやり合うターンを減らしていく。回復薬を使う。う、燃やさないでくれ。ガード、いいね。いいガードだよ。この盾もっと使ってこう。余裕じゃーん。赤力の巻物がいい仕事をしたな。やったー。なかなか強かったな、骨骨ドラゴン。回復薬。さっき買ったばっかなんだけどな。一回使ったやつと交換していこう。この野郎。う。いいのか、こちらにはバカ力があるぞ。だねー。なかなかステージによって持っていくものを変えないとしんどくなってきたな。受験クリアが難しくなってきた。グレイトアメージング、おえー、あれ、パソコン変わった。山田こんなんだったっけ。こんなんだったかな。よほほーい。
こんなんだったわ。あ、ご近所の予感できた。暗闇システム。あ、これで目薬がいるのか。やべ、一個も拾ってない。ランプを実装した。あ、何？おお、進みそうな予感がする。先輩、山田先輩、ヤスでやんす。あ、ヤスだったわ。大変でやんす、大変でやんす。近所の怪しい妖怪に幽霊が出るって噂でやんす。夜な夜な怪しい紳士の幽霊が出入りしてるらしいでやんす。紳士なの？怪しいのに紳士なの？怖いでやんす。わあ、停電でやんす。おお、電気消えた。すごい首振ってる。あ、あ、怖いでやんす。めっちゃ見てる。あ、着いた。やす、そんなことよりついさっき、ご近所の洋館をイメージしてダンジョンを作ってみたのだ。そんなことよりじゃないよ。一風変わったお化け屋敷ダンジョンなのだ。お前さんもデバッグよろしくなのだ。ヤンス、もうヤスがかわいそうになってきたわ。なんでこんなに山田のこと気にかけてくれるんだろうな。